これは手作業によるブロックプリントの工程です。職人が木のブロックを使ってこのアート作品を作っている様子を見ることができます。また、ブロックプリントのテーブルでストールが作られている様子も見ることができます。私たちは水性のアゾフリー顔料を使用しています。アート作品が完成したら、永久性を保つために加工します。その後、生地を洗って、最後にアイロンをかけます。